はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、何でしょう、はい、最近コメントにも出ないなと思いまして、結構読んでないですね、うん、今回は、はい、はい、コメントで知る沢田研二ということで、ほう、はい、沢田研二さん関連の動画にいただいたコメントをちょっと読んでいって、はい、へえへえ、ほうほうと、そんなこともあるんだなっていうことを、まあコメントを見ながら我々も知っていこうかなという、はい、そういう企画です。コメントをここに流していきますんで、あ、もう実際手を見ながらでね、はい、スクショで撮ってきたんで、はい、はい、前はね、読むだけやったんですけど、今回スクショをちゃんと撮ったんで、そうだね、目で見ながらも、はい、はい、じゃあ行きましょうかね、はい、これ名前が読めんのよな、今 ID になってるから、だからちょっと名前読めないんですけど、はい、まあサムネとかで、あ、俺やとか私やとか判断してもらえればと思います。はい、はい、前に出したね、沢田研二さんのさよならを勇気もない金キャミ姿のあの動画なんですけど、あれを見たっていう動画に、いただいたコメントですけども、はい、歌詞が、女性目線なので姿から気持ち入り、金色のキャミソールなのです、なりきり素晴らしいと言って、スーパースター帝王ジュリーということで、はあ、なるほどね、歌詞自体がその女性目線やから、ああいう姿で金キャミでっていう、なるほどね、いまだにこの金キャミ姿のジュリーは鮮明に覚えております私もうなんか後ろ姿がもう男性ではないんですよ、うん、綺麗なんで、うん、肌の質感もね滑らかでもサランさん生々しい肌の質感いやでも男性にはない質感をされてたんで、ちょっともうこの方本当に特殊な方やな思て、俺でもその僕らってそのやっぱり男性としても先入があるからあれなんですけども、女性のそのどういう心なんやろうなっていうのはあんまりよくわからなくて、でも どうなんですかね、どうなんですか、やっぱりそのこういうダンスさんはこういう綺麗ものはやっぱタイプなんですか、タイプが好きなんですか、綺麗ものは好きですよ、そら好きです、たまにこのほらもじゃもじゃんが好きっていう人もいるじゃないですか、あ、まあまあまあいますね、その人によって、もう胸毛ボンぐらいの方がいいみたいな、うんうんうん、かダンスさんはこうやっぱり綺麗なタイプが、いやまあまあ綺麗な感じのなんかトゥルットゥルッとした感じです、トゥルッとした感じでも本当にね、この時のジュリーのこのなんていうの、この二の腕の感じが、いや男性の腕ではないでしょこれっていう、あのゴツゴツしくないんですよ、なんか節々がなんか細いんですよね、ジュリーって、はい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 、なんか金キャミ聞いててもなんか、いや美しいもの見てしもたどないしようみたいな感じだったんではい、はい、次のコメントいきましょう、はい、沢田研二さんの「サムライ」っていう曲を聴いた時ですね、はい、当時のジュリー人気はものすごくて雲の上の存在でした、トイレとか行かないと思わさせるぐらいでした、歌の上手い人はたくさんいますが、唯一無二な歌声、ビジュアルもパフォーマンスもかっこいい、男の人すらも惚れるようなアーティストは今もジュリー以外浮かびません、今現在歌い方もキーも変わらず現役でいてくれてることがただただ嬉しい限りですと、あ、やっぱり今もなんかね、ちょこっとテレビで僕映像を見たんですけど、キーは変わってないです、うわすごっ、そのままですね、ジュリーのままですね、はい、いや、キー変えずに歌うってすごいことですよ、うん、本当トイレとか行かない、いやでもトイレとか行かないって普通に思っちゃいますもん、だって美しいから、僕ねでもあのベスト10の映像がなんか見た時に、うん、あのすごい身近に感じたんがやっぱりちょっとね、いちびるんですよねその ふざけるというか出てきた時にちょっとそのほら久米宏さんと黒柳徹子さんのやり取りの中でやっぱりちょっとどっかにお笑い入ってるよねっていう、そこがすごくなんかちょっとその遠い存在やねんけど親近感の湧くところやなと思ったんですけど、でもそこのギャップにやっぱり魅力を感じて皆さんに熱狂するんでしょうね、うんうん、はあ、すごいな、次のコメントいきましょう、はい、
これなんか DVD 見た時かな、96年97年のね、はい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 、表題の愛まで待てない、あ愛まで待てないか、はい、あの走るやつですね、はいはいはい、実はもともと激しい曲ではなくテンポ遅めの曲だったそうですが、ジュリーの要望によって激しいテンポのものになったのだと、2008年のジュリー三昧というラジオで裏話をされていました。そんな番組があったんです、そうなんですね。愛まで待てない、俺もリスペクトを込めてカラオケやスナックで走りながら歌いますが、すっごく気持ちいいです。物壊さないようにして走るいや、ね、あの走りながら歌ってるのがすっごい印象的だったじゃないですか、うんうんうん、もうね、端から端までずっとずっと走ってって、これだからライブのことを考えてテンポ早めにしたんかな。あー、そういうことか。あのテンポの方がいいもんね、やっぱりこう盛り上げようと思ったら遅いとちょっと盛り上がりようがないっていうので、うんうんうん、あ、そうですよね。例えばライブでこういろんな曲をやっててここに入れたいねんけども、うんうん、ちょっと盛り上がりがっていう時にテンポ早めたりとか、あの他のねアーティストでも結構それはよくあることなんで、まあでもこれ走ってカラオケボックス、昔ね僕はあのバブルガムブラザーズでオリオリオリオってやって、ああ、ね、カラオケのシャンデリア壊して弁償させられたことあったんですよ。どんだけ激しくやってたんですかそれ。椅子の上立ってウェーイってやってたらさ、ガッシャーンって壊してもってえらいことやってしまって、えらいこっちゃ、そういうことあったんで、壊さないように走り回ってください。いや、はい、はい、これはね、次はですね、まあ、ランさん、沢田研二さんと、はい、西城秀樹さんが目にないことに、はい、まあ、それを語った動画があったんですけど、まあ、ビジュアルの面で、すごい語ってた動画があったんです。それにいただいたコメントです。これは秀樹さんのことも書いてますけども、いつも秀樹さんを取り上げてありがとうございます。あまり知られてないと思いますけども、秀樹さんは沢田研二さんをリスペクトしてるんですよ。結構仲が良かったみたいです。秀樹さんがマイクを左手で持って歌いますが、実は沢田研二さんにマイクを左手で持つと声がうまく出るよってアドバイスされたからなんですよ。へえ、そうなんや。あ、そこの持ち手俺見てなかったわ。見てなかった、私も比較してなかったわ。今度比較してみよう。え、でも左手で持ってる歌い手さ多くないです、うん、私も一時左手で歌ってみようとか思って、うん、結局しっくりこなくてまた右に戻ったんですけど、うん、何なんだろう、左の方がやっぱり持ち慣れてないからこそ体が開くとかですか。え、どうなんやろう。どうなんの、心臓の位置とか。ああ、なるほどね。心臓を守るようにするみたいな。こう歌うか、こう歌うか。なんかいろいろあるみたいですけども、まあ、僕はね、どっちでもええかなと思ってるんですけど、僕自身はね、あんまり自分でやるときはどっちもするから。ああ、はい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 。私絶対右しか持たない、ね。気分でどっちもするんですよ。へえ。僕基本両利きの人間なんで。そうなんですね。はい。ボクシングというか、キックボクシングちょっと習ってたというか、やってた時も、サウスポーと両方練習してたんで。え、なんでそのサウスポーと両方練習してたんですか。かっこええやん。単純。左でもキックできるでみたいな。単純。おーってなるやん。まあ、そりゃそうですよね。そのやってる人からして。もともと僕は左利きやったんを右利きに直させられた方、強制された方ですね、まあ、意外と比較的どっちでも使えるんですよね。へえ、そうなんですね、うん、そういうのがあるんですけど、うん、あ、でもそのこれ比較したいですね。沢田研二さんはそういうふうにアドバイスして、うん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 、だからその年代が分かりますので、多分あの映像比較したらね、あの特集、秀樹さんの特集持ってるんで、録画したあるやつあるんで、あれをだから初期の年代からこう見ていったらどこで変わるかっていうの、どの地点で左手持ってるんだろうみたいな。でもやっぱり仲いいってめっちゃ嬉しいですね、私好きなお二方が。めっちゃ嬉しいです ね、はい、次行きましょう。はい、これは時の過ぎるままにを聞いてみたっていう動画なんですけども、それにいただいたコメントで、この曲って、3億円強奪事件の時効が迫った1975年に放映された悪魔のような あいつか、悪魔のようなあいつというドラマの主題歌です。あ、このドラマをまず僕は多分見てないです。まあ生まれる前やもんな。沢田研二さんは犯人役、時効が迫る中執念で犯人を追い続ける初老の刑事が和歌山富三郎さん、勝慎太郎さんのお兄さんです。和歌山富三郎さん、
その他にかなり癖の強い藤井達也さんや荒木一郎さんなどが出演していますと。その当時のジュリーは無機質で中性的ユニセックスな妖艶オーラがすごすぎ、妖艶オーラ、妖艶オーラか、妖艶オーラがすごすぎ、藤井達也さんは沢田さんを心の底で情念を燃やしながら密かに愛しているという設定だったと思います。あ、BL ですね。すげえ。ボーイズラブ的な感じ。あ、でもそういうなんか他にもあったよな、そういうの。現場一筋で叩き上げの和歌山さんも沢田さんの魅力へ引きずられ、連城というかな、連城ゆえに、俺が逮捕するのような感もあったと思います。はあ、動画配信サービスのプラビで見られるそうですから、ぜひご覧ください。本当惚れますよ。いや、すげえ。ちょっと危ない雰囲気がしますね、これ ね、ちょっとね、そういう香りがね。え、でも成り立つからすごくないです。あの、本当に中性的な感じだから、なんかそういう気持ちを抱いても、いや、それはね、全然自然なことだと思えるぐらい美しいんで、ジュリーが。僕がでも、ジュリーね、だから、映画でなんかあってんけどな、他にもなんかそういうのやってたよな、中性的。あ、あれですか。そうそうそう、魔界転生ですか。あれね、ちょっと僕全部見てなくて、はいはいはい、なんか親が見てたんをちらっと見てたんですけども、ちょっと危ないシーンっていうか、なんかなんとも、もうランスさんが見てたら、っていうような、悶絶するやつですか。あかんけーっていうようなシーンが結構あるんで。なんやって、いろんな汁が出てくるかもしれへんよ、ちょっとその同性のあれみたいなんだよね。でもそういうのめちゃうまいことやりますもんね、ジュリー。いや、なんか美しく見せることできるじゃん。それね、でもジュリーのあの顔立ちとあのスタイルやからできたんですよね。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ。ゴリゴリの人がやるとなんかね、ちょっと絵面がってなるじゃん。絵面があれですから、あってなるじゃないですか。さすがにそのちょっとボーイズラブ的な感じのは、ね、うん、和歌山富三郎さんまで惚れたというね。すごいですね。和歌山富三郎さんって言ったら、あの柳沢慎吾さんがよくやってるんで、また検索しといてください。見ときます。よく怒られたというね、あの勝新太郎のお兄さんですから。いや、でもなんかこの何ですかね、すごい中性的なオーラがもうすごい漂ってる時期のジュリーって、もうなんか本当に当時そういう先駆けやったんちゃうかな、うんうんうん、ジュリーって。もうこの世のものとは思えへん美しさだったと思うんですよ。特に実際やったら絶対やばいと思いますよ、うん、この方。っていうか今のその、ね、ほら、もうジャニーズとか以前にもやってる人よ。そう本当に、本当に、うん、すごい。じゃあ次行きましょう、はい。TBS プレミアムコレクションのダイジェスト映像でいろんなジュリーを、まあ、見てみたという、ダイジェストで見たやつね、はいはいはい、これにいただいたコメントで、勝手に仕上がれでハッと投げたり、カサブランカダンディでウイスキーのミニボトルを使ったり、めちゃくちゃかっこいいよね。寺内勘太郎一家というドラマでキキキリンが若くしておばあちゃん役やって、沢田研二のポスターにジュリーっていうのが、あ、記憶に残ってる。時をパクった竹ちゃんマン。キキキリンさんと、あ、なんか、はあったような、ちょっと僕その頃はほんまめちゃくちゃちっちゃかったから、ちょっと記憶があれやけど、キキキリンさんが若くしておばあちゃん役やってるっていうのはなんか私知ってますね、うんうん、へえ。キキキリンさんがまたいい俳優さんですからね。いやー、またすごかったね、本当にすごかったですからね。へ、時をパクった竹ちゃんマン、そう、あれは分かってて、俺幼いながらに当時竹ちゃんマン見てた頃、はいはい、多分小学校幼稚園か小学校1年ぐらいの時なんですよ。で、僕は4歳ぐらいの時に TOKIO の真似してたから、はいはいはい、竹ちゃんマン見た時に、あ、これ TOKIO やと思ったんですよ。あ、そうなんですね、うん、いや、私はあの初めて TOKIO の動画見た時に、うん、竹ちゃんマンと同じ格好してる。逆やった。逆やった。そう、認識が逆すぎて、そう、竹ちゃんマンは知ってたんだ私。もう親が竹ちゃんマン好きやったんで、うんうんうん、あ、こういう格好してる、なんか面白いおじさんがおるとか思ってみたら、うん、あ、なるほどね、もともとジュリーの格好だったんだって、あの時に初めて知ったんで、うん、寺内勘太郎一家もね、僕ちっちゃい頃にその
まあ言うたらドタバタ劇やから、あ、 そ、 うです、ね、それ見てた記憶はあるんだけど内容まで全部知らないんで、まあ、このなんかドラマ結構人気ですよね。そうそうそう、あのちっちゃい流れに小林亜生さん怖ーと思ってたんですよ、うんうんうん、なんか怖いなーっていう怖いおっちゃんやなー思いながら見てたんです。ちっちゃかったですから幼稚園以下やったんちゃうかな、うん、もう覚えてますね、覚えてますね、なんか雰囲気だけ覚えてますね。また寺内勘太郎一家もなんかで見れたんかな、うん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 、ちょっとまた入手したいと思います、はい、はい、次行きましょう。はい、これは酒場でダバダを見た時の動画にいただいたコメントですと、沢田研二の大好きな曲です。皆さんダバダに興味があるみたいですが、もともとは酒場と墓場だったそうです。歌詞にも墓場が出てくると思います。きっと最終的には墓場がダバダになったって聞いたことがあります。沢田研二の色気全開な曲だと思いますということで、あ、これ初めて聞きましたね。もうなんか私ハンカチ噛んだのを見てそのハンカチになりたいって言うた記憶があるんです。噛まれたいそのハンカチになりたい言うて、それなんかあのお姉ちゃんの自転車のサドルになりたいって言うてること一緒一緒あのサドルになりたい言うて不謹慎不謹慎すぎや、うん、酒場と墓場、そこからダバダに変えるってすごいな。このダバダっていうのがさ、その言うたら意味がわからんやんか。そう、意味わかんないっす。いやでもこの曲ダバダリーリーダバダリーダーでどこなんかやっぱりちょっと一時ずっとループしてたんで、うん、これでもダバダで正解よね。ね、酒場でダバダ、ね、酒場で墓場とかやったらもうだってサビが意味わからん言葉でできてる曲ですから、ね、これ、ね、ダバダリーリーダバダリーダーって、ね、そのサビに言葉の意味がないっていうね。これすごい曲やもんな。ね、そうですよね。あとはそっから想像してくれっていうやつや。そう。いやでもなんかこう、なるほどね。ダバダリーリーダバダリーダーってこういうなんかあれよ思いついたよねと思うね。本当になんか癖残るよ。そうすごく頭に残るじゃないですか。いやこの前もちょっと見てしまったんよダバダ。あ、はいはいはい、いやこの企画をやるのにいろいろこうビデオちょっと見てたんですけど、はいはいはい、やっぱダバダ気になるわと思ってだってかっこいいですもん、うん、ほんまに見てましたけどね。あ、はい、そうなんですね。墓場なんや、ね、墓場なんや。へえ、意外すぎる。酒場と墓場でも酒場と墓場やったらあのメロディーにはちょっと合わせにくいよね、うんうんうん、なんか雰囲気がちょっと別の歌詞になってたよな、うんうん、あ、ということかな、ということか、うん、いやでもダバダの方が良かったよね。いや本当にそれは思いますね。あのなんか、ね、なんかめっちゃ印象に残る。はい、次行きましょう。はいはい、あ、これダバダ一緒やな、これか。はい、次はですね、はい、あ、これも TBS プレミアムコレクションのダイジェスト映像を見たっていう動画なんですが、それにいただいたコメントです。沢田研二さんが今更になりめっちゃファンになり、知り合いに話したらルームさんを紹介され過去から見させてもらい、ランさんがジュリーを見て悶絶するのが面白く登録しました。これからも応援しますので頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございますありがとうございます。これ紹介する人いるんですね。いるんですね。恥ずかしいな、なんかな。いや、おもろいリアクションする変なやつあるぞ。まあ、ほんま自分たちの感覚でしかやってないんで、その代わり嘘偽りないですから。まあ一切ないですけどね。誇張もないですから。もう本気でもう悶絶してるだけの話なんで。いやでもありがたいです。あんなね、アホみたいな姿ね。これね、で悶絶これどうやからしてると思うじゃないですか。オフラインでやってるからね。まあそうですね、オフラインでずっと、ほんであのジュリーをやるときはいつも最後にしてくれててな。そうです、その途中でやっちゃうと次の動画が撮れなくなるからっていう。いやもうね、エネルギー使い果たしてしまうので、ね、いつも最後にやるんですけどもうエネルギー使い果たしてしまうから鼻水やら何やらかんやらいっぱい出て、大変なんですよ、日々大変なんですよ、このジュリー扱うときは、はい、でそれに、レスが返信がありまして、はいはいはい、また別の方なんですけど、うん、私も一緒です。ドタキャンでファンになり、あ、なんかコンサートドタキャンかな、あれでファンになり、あ、そうなんですね。ジュリトモさんにルームさんを教えてもらいました。
ここもまたご紹介いただいてる方がこんなんでほんますんませんいやこんなの方がいるんですよ。びっくりしたこれは。これはちょっとね僕コメント見てびっくりしましたけどね。いや ありがたいですね。ドタキャンでファンになる、ね、ドタキャンのあの騒動の時にあれね、でもいろいろなんかみんな叩く人も思ったんですけども、まあ中には絶対深い事情なんですよああいうのって。あのメジャーでああいう人たちのやるコンサートって、はいはい、間にいろいろ入るでしょう。その事務所が入って、レーベルが入って、で工業会社が入る。で工業会社で地方によって全部ちゃうんですよ。うわしんど。地方が地方で、これね昔の名残なんですよね。その工業、地方工業ってその地方を牛耳ってる工業屋がやるんで、はいはい、でそこに任せるんですよ。はい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 。うん、そことこうやり取りがうまくいかんかったりとか、東京やったら東京とか、うん、まあ、大阪やったら大阪とか、例えば鳥取でやったら鳥取の工業会社があってとか、もう全部その別々でやり取りになるんで、じゃあもうなんかやり方が若干というかまあまあ違うっていうことが、地方によってとか考え方が違うかったりとか、まあ、そこにまたその場所会場のが入ってきて、またそことのやり取りとかあるんで、結構ねあの一つのコンサートやるのに複雑なんですよこの業界って。なるほどね。うん、だその工業会社が全部その地方その場所場所で別々っていうのもあるし、その同じように毎回行かへんっていうの、これがねなんかその昔のその例えば大衆演劇とかそういう名残ですね。ああ大衆演劇ね。もっと、はいはいはい、もっと言ったら多分ですけど、はい、ヤクザとかの名残ですね。あそこまで行っちゃう。昔ってそのだって工業ってそういうヤクザの人が絡んでたからね。あそうなんですね、うん、へえ知らんかった。でもその江戸時代とか、はい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 、あの辺ですよ。ああそんな前、まあ、明治とかもあるんでやろうけど、明治大正でもその文化がずっと昭和があって、そのやっぱり地域を牛耳ってる人がやるんで、はい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 、はい、工業やってそういうもんな。吉本興業もそうじゃないですか。吉本興業ってもともとはそういうもんですから。あそうなんすね。もともとは屋さんみたいなもんなんで、うん、で工業屋っていうのが牛耳ってるん でそこにこうだからそのそういう業界と屋さんっていうのはつながってるんですよ。はあなるほどね、うん、でこう何かその名残、今はもうそういうの暴力団排除何やらかんやらでもダメですけど、まあ、演歌の世界とかは結構そういうの強かったかな。最近まで強かったんちゃうかな。へえ、でもそういうのがあるん で工業屋っていうのはそういう関係やったんですよね、うん、だからそのいろいろ地方によって違うし、揉めることもまあまああるんですよね。ここ違う話が違うとか。ああそういうことね。はい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 、はい、うん、そういうのやと思うんですけど、もう僕そのドタキャンに関してはもうその興味がないからあんま見てないですよ、うん、マイナスはないあんま興味なくて、もう見んでええやんと思うからね、風評被害ですよね。でもその客席埋めるのって誰の責任やねんって言ったら、結局工業の方や、うん、工業会社、ね、工業会社がしかるべき期日に告知をしないとか、うん、そうなってくると土壇場でごちゃごちゃになってきて、結局その費用回収できへんとかあるから、うんうん、だからそれなんかジュリーが全部主導してやったっていうような報道の仕方がなんかすごい悪い言い方するなと思って、なんか違和感は感じたんですよ。違和感、あの報道は確かに違和感あったね。そうなんですよ、うん、まあそんなんじゃないと思いますよ、ね、僕も、うんね、じゃないとここまで長いことずっと第一線立てるってできないじゃないですか、どう考えてもね。まあでもこうやってなんかこのチャンネルを紹介いただく方もいるのでほんまありがたい話でございます。ジュリーも行きたいんですけどね、もうなんかねスケジュール今年の初めぐらいもらってたんですけどね、ライブのね、はいはいはい、もう来年は行くようにしますんで。そうですね、来年はちょっと行こう、はい、はい、ちょっと今年はあのランさんが忙しいということでいろいろ止めてますけども、来年はちょっとそうです、ね、ジュリー行きたいな。うわどんな感じなんやろうジュリーね、行きたいんですけどね。でもなんか結構やっぱりパワフルなステージされてますよって皆さんおっしゃいますもん ね思ったんですけど、はい、こうまあ、僕らもこうライブとか YouTube してるじゃないですか。なんかねなんか最近刺激がないなと思ったらやっぱり行ってないね、ライブに行ってないですね。行かなあかんわと思って、うん、ああいうとこ行ってこう刺激もろってよし明日から頑張ろうって活力を得てね、うん
いやこれ必要やわと思った。やっぱ外から何かこう、うん、せなあかんなみたいなね。それはもうだって僕らがいろんな方のコンサートも行ってるじゃないですか、うんうん、行ってやっぱりその時に刺激もらってこう活力を得てるところがあったんで、まあそうですね、やっぱこれ定期的に見に行かなあかんぞと僕は思いましたね、はい、もうなんかそうですね、しけてくるんですよ、なんかじっとしてたらふにゅふにゅふにゅってなるんで、しけてくるってなんかこうそういう時にこうコンサート割っていくと一気にテンション上がるじゃないですか。なんかこうなんていうんですか、気が引き締まるじゃないですか。そう、パリパリっとするんですよ。よし明日から頑張るぞって感じだけど、いやこれいるわと思って、で、まあ、やっぱりこの視聴者の皆さんも僕らがライブ行って、まあね、その感想を YouTube とか生配信でこうやってくれるのを待ってる人もいるんですよ、うんうんうん、少なからず。まあそうですよね、いるんで、まあ、それもあるし、まあ、自分のためでもあるし、うんうん、まあ、来年はちょっと、ね、頑張っていきたいなと思っております、はい、まあ、あの近いところからやったらすぐ行けるんでね。ということで、はい、今回ちょっとジュリー関係の動画にいただいたコメントをちょっと読んでみて、はあ、なるほどなって、まだまだいっぱいあるんですけどね、これちょっと時間の関係上あれですけど、またこれは続編はずっとコメントシリーズは定期的にこれからやっていこうと思うので、ね、うんうん、うでね、はいはい、またあの楽しみにいただければと、いただければと思っております。はい、はい、ということで、これぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。今日はドラムのともくんが超調子いい。